オケラは、菊科オケラ族の多年層。禁煙種と共に、木薬として用いられる。また、ワカメを山菜として食用にもする。別名、うけら、怪物、怪物の木、カイブシコケラとも呼ばれている。中国植物名は、東、青ラセキアオウケラ日本の本州、四国、九州、朝鮮半島、中国東北部に分布する。 日当たりと水はけが良い山野や丘陵地、山地に生え、草原や林中、林園でよく見られる。多年草。草丈は30から70センチメートルになる。私有一種で、根茎は長く節がある。春の目出しは白い絹毛があり、芽が伸びるにつれて茎も葉も硬くなる。葉は誤生し、茎の下部の葉はうじに裂けて、奇数うじょ吹くようになる。葉心は硬く。 派炎には細かい棘状の巨子がある。果樹の下につく葉はうじになる。夏季の頃になると、根葉はなくなる。夏季は秋。形長に白色、または淡紅色で目立つ花をつけ、あざみに似た筒状花だけの棒状の登場果樹となる。おしべとめしべの両方を持つ両性株と、めしべだけが機能する目株がある。花は、 魚の骨を想起させる法要に囲まれているのが特徴的である。果実は痩せかで安菓子色で形は強大円型でやや平たい。菓子には長い服毛が上向きに密生する。痩せかよりも長い長さの揃った感毛が多数付き泡褐色で羽毛状である。果実器も独特な法要が残る。山でうまいはおけらにとときと利用で歌われるほど 白髪に覆われた新芽は山菜としてよく知られている。幸いは比較的容易で日当たりを好み湿気を嫌う性質がある。種まきは3から5月頃が適期で屋外の日当たりと水はけの良い有機質の土壌に植えられる。水やりは週1回程度の降雨があれば不要である。真夏の直射日光や特に西日が当たらないように工夫することが肝要となる。 繁殖は秋に株分けで行われ、10から11月頃が撤去とされる。春の新芽は山菜として喜ばれ、晩秋の地上部が枯れた頃に掘り上げた根茎は、陰干しして、利尿、剣、成長剤として生薬にする。正月の塗装産の材料としてもよく知られている。花はドライフラワーにも利用される。オケラ族の本種と金縁種の根茎は、古くから、 ウケラという木薬として利用された。中国原産で栽培されるものに、大花ウケラ A オバタ、細葉オケラら A ランシアなどがある。根茎は、薬用部位になり、青ウケラ、日本薬局法では、白術と称する木薬である。起源によりウケラを区別する場合は、本種のものを和白術、大花ウケラのものを、陶白術という。中国では、細葉オケラ、シナおケラ。 おけらなどを、青うけらと言い,い、白術は、大花おけらを当てている。白術は、おけらの地上部の形容が枯れた11月頃に、根茎を掘り上げて採取し、水洗いして土砂を落とし、外皮のコルク質を除いて陰干ししたものである。中国原産の細葉おけらの根茎を乾燥したものが、青うけらで、香味が優れており、日本でも栽培されている。なお、古くは、 細葉オケラなどの根茎の皮を剥いだものをオケラとも、称しており、漢方古典でいう、白日と現在のオケラとは別のものを指すことがある。根茎は、精油成分を含み、主な成分は、アトラクチロン20%、セスキテルペン、アトラクチロジン、アセトアルデヒド、フリフラルデヒドなどである。この精油には、胃から十二指腸へと胃の内容物を移動させる。 働きがあるとも言われており、憲竜を目的として用いられることもある。漢方では、これら精油成分が、消化管内の低水を除き、吸収を促すかける水剤と考えられていて、四君固油、補中液気油、憲皮油などの漢方法剤に使われる。また塗装産にも脈術が用いられる。脈術一種だけで、憲竜や成長に役立つものではなく、 他の漢方薬との相乗効果によって廃材される。民間では、悪心、嘔吐、下痢、膝関節質、方向検移、離尿、胃内低水、貧尿、むくみ、発汗減熱に効果が期待されていて、晩秋に根茎を掘り上げて刻み天日乾燥したものを、一日治療3から 10g を 400cc の水煮に入れて半量に煎じた温かい液を3回にに、 分けて服用される。熱感がない冷える体質の人に良いとされ、手足がほてり顔がのぼせる人や、胃腸に熱があって、喉が乾く人には服用しないとされる。新緑の後から6月頃の白髪に包まれたワカメは、食用になり、生育につれて、毛が少なくなる頃までが山菜として利用されている。採集したワカメは、塩ひとつまみ入れた湯で軽く茹でて、おひたしやえ物にするか。 天ぷらなどに調理される。八世紀に編まれた万葉集に武蔵野のウケラの花を詠んだ歌がある。刻んで炊くと薬病よけになると信じられた。京都や坂神社では、除夜の鐘と共に正月におケラを炊く、白術祭が行われており、この日を雛縄に移して持ち帰り、これを火種に雑煮を煮て、新年を祝うおケラ日という行事がよく知られている。 梅雨時に室内で炊き、カビ止めにも用いられていた、花の下につく洋変状のもの、ありがとうございます。